高橋優のオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマパーソナルクエスチョン。まずはオンタマには初登場ということで、地元秋田弁で自己紹介をお願いします。あーどうもどうも、高橋優と申します。私リアルタイムシンガーソングライターということで、歌子の方を歌わせてもらっております。どうぞよろしくお願いします。悲しい時に聴きたくなる曲は何？ウルフルズさんのガッツだぜという曲です。最近ガッツだぜを聴きたくなったことはありますか？朝が弱くってすぐ二度寝をしちゃったりなんかして、待ち合わせの時間とかギリギリになっちゃったりするしている移動中に、あ自分ってダメだなと思ってガッツだぜを聴きたくなりました。逆に嬉しい時に聴きたくなる曲は何？モーニング娘さんのラブマシーンです、ね。なぜ？いやもう日本の未来はウォー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 ですよね。オンタマ FM エアチェッククリックランキング、 FM ラジオで今最も注目されている曲とは？最近のマイブームは何？最近のマイブームは将棋です。将棋のどんなところに魅力を感じますか？飛車っていう駒がありましてですね、その飛車を、相手の飛車を奪う瞬間っていうのがありましてですね、その瞬間が一番もう最高です。誰とやるんですか？コンピューターです。高橋優のオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマパーソナルクエスチョン。まずは最近よく行く場所はどこ？最近近所にできたデパートによく行ってます。何やってるんですか？カフェに入ってこう通り行く人々をこう人間観察をするんです。若い女の子を見てるんじゃ？厳密に言うとそれは否めないんですけど、でも本当にご家族のねこう微笑ましい景色っていうのを見に行ってます。ライブの直前に必ずやることは何？あえて全ての行動をスローモーションにします。例えばこうやって普通に座ってて、ここに飲み物があるとしますね。それをこうみたいな感じで。逆に普段はどんな感じですか？あ、すいません、男もすいません、すいませんみたいな。オンタマスペシャルランキング2011年上半期に最も売れた CD アルバムとは？好きなテレビ番組は何？世界の車窓からっていう番組大好きです。魅力は？まず音楽ですよね。もう聞くと落ち着く音楽、その音楽に乗せてこう映る景色っていうのは、いつか行ってみたいなっていう思いと、行けないからこの番組しっかり見とこうみたい なんかそのどっちの気持ちにもなるっていうね。じゃあ2番目に好きなテレビ番組は？オンタマです。高橋優のオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマベスト3、高橋優さんの人に言われて印象に残っている言葉。第3位、優くん東京行って変わっちゃったね。これは先日僕友達の結婚式に行ってきたんですけど、地元秋田に帰って久しぶりに会った友達に言われた言葉です。ちょっと派手めのスーツ着てちゃったんですよね。気合い入れて、そしたらなんかちょっとチャラチャラした人みたいに見えたらしくて、そういう風に言ったんだと思います。多分秋田にいた頃は真面目で通ってたんですか？はい、僕坊主とかだったし、真面目で通っていたというか真面目です。第2位、ゆうくんメジャーデビューして変わっちゃったね。これ先日秋田に帰って友達の結婚式に行ってきたんですけど、その時の二次会でね、友達に言われた言葉です。二次会でもまた言われたんですね。そうですね、なんか一人に言われるんだったらまだちょっとねいいんですけど、別の人からまた言われるとちょっとさすがに落ち込んできますよね。オンタマイージーチャクータフル検索ランキング、携帯電話の着信音で今最も検索されている曲とは？第1位、ゆうくんやっぱ相変わらずだね。これ最終的にみんなに言っていただいたことです。高
棚橋優のオンタマ。au by KDDI がお送りします。オンタマウィスパー、テーマを受けた一言。まずはコンビニのレジでお金を払おうと思ったら財布を忘れたことに気づいた時の一言。店員さん、ちょっとおっちょこちょいやっちゃいました急いで財布を取りに戻り、再びコンビニでお金を払おうと思ったら財布の中にお金が入っていなかった時の一言。店員さん、またおっちょこちょいやっちゃいました続いて、たまたま入ったラーメン屋さんのラーメンがものすごく美味しかった時の一言。店員さん、替え玉オンタマ CD シングルセールスランキング、先週1週間で最も売れた曲とは。ピンチはチャンスなんだ My friend、 ふらついてんならスタンバイ。天使高橋落ち着け、高橋大丈夫、高橋大丈夫だから。高橋優のオンタマ。au by KDDI がお送りします。オンタマクエスチョン、ピンポンをしながら簡単な質問に答えてもらいます。まずは、好きな食べ物は何。スイカ。嫌いな食べ物は何。ピーマン。今食べたいものは何。そうめん。昨日の晩御飯は何。そうめん。好きな四文字熟語は何。対面磁石。嫌いな四文字熟語は何。七点抜刀。好きな映画は何。フォレストガンプ。好きな街はどこ。東京。今一番したいことは何。温泉。自分の好きなところはどこ。指。自分の嫌いなところはどこ。ちょ、弱い部分、心。初恋の人の名前は。やすこ先生。オンタマ CD アルバムセールスランキング、今最も売れているアルバムとは。最後の問題はスマッシュで元気よく決めてください。はい、高橋優衣渾身のニューシングルのタイトルは。はい、他のために金はなる